あ、たくさんいますね、警察の車両。あ、これはね、結構多いな。こんなに多いんだな。自警団っていうかね、バンジャールの人たちもいますね。はい、皆さんこんにちは、大阪です。今日は5月22日、土曜日の夜なんですけれども、今のね、草の、現状、草レギャンがどうなってるかっていうのをお伝えしたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。この動画はバリ島に住みたくなっちゃうような情報を提供したいと思っております。チャンネルを登録よろしくお願いします。はい、早速歩いていきたいと思います。ここのね、インドマート、ずっと閉まってたんですけれども、ついにオープンしましたね。こんな感じですね。ずっと閉まってたんですよね。このあの北のレギャンの真ん中にあるこのモニュメントの隣のね、インドマートがね、ついにオープンしましたね。はい、モニュメントになります。はい、みんな大好き VIP。 奥の方にね、ビリヤードとかダーツとかあるところなんですけども、本日は営業してますね。2階でバンドやってるんですけれどもね、今は1階にね、バンドスペースを作ってやってますね。はい、こちら逆バンジー営業してますね。ここもずっと閉まってたんですけどね。おー、逆バンジーやってる。ビーヤーオープンって書いてますね。ビーヤーオープンって書いてますね、逆バンジー。はい、この逆バンジーの向かいにあったスカイガーデンはですね、コロナとかの前からね、ずっと閉まってますね。続き閉まっております。以前はここにね、装甲車とかが並んでたんですけれども、今は撤去っていうかね、移動してますね。はい、進んでいきましょう。あ、エンジンルーム、前は開いてたような気するんだけどな。うん、閉まってますね、現状。エンパシーバリクラブだったと思うんですけど、ここもうフォーリースになってますね。いつの間にかね、ずっと頑張ってたクラブさんなのに、もう耐えられなくなって閉まってるっていうことですね。フォーリース、フォーレントになってますね。うん、ボンティクラブとかも閉まってますね。一時期ね、人がいなくても開いてたのに閉まってますね。あ、でも中は電気ついてますね。今9時半なので、まだね、本当は営業10時までなんでね、してて大丈夫なはずなんですけれども、営業してない感じですね。隣のこちらは営業してるんですかね。営業してたけど、もう閉めたって感じですかね。ね、スタッフさんも一人いらっしゃいますね。セキュリティなんでしょうか。はい。はい、ここレキシーさんですね。ここインスタでよく宣伝されてて、週末営業してるよって形になっております。
はい、箱物のクラブは結構ね今営業厳しいのかなと思ってるんですけれども、結構ねあの週末を中心にね頑張ってらっしゃいますね。うん、実際ねここの通り歩くと音楽もガンガン鳴っていて、ちょっと著作権的に引っかかってるんで今音声だけね別撮りさせていただいてます。でフリーフロー 50% オフっても出てましたね。あとこちら以前アパレルの店舗だったんですけれども、そちらの手前ですね、手前を屋台みたいな感じで今ね飲食店が営業されていますね。はい、スミニャックのエリアに来ました。この辺りからですね欧米の方が在住されている欧米の方が多く、楽しまれているエリアに なります。はい、右側の店、ここのコーナーの店ねいつも流行ってますからね。はい、今時間は9時55分、まもなくね閉店っていうかね10時のねルール上はね10時で終わらなきゃいけないっていう時間なんですけども、あ、車結構止まってますね。はいはい、車止めて歩くことができなそうな感じになっております。これは人がいるな。はい、右側のねシャンパンバーも営業してますね。はい、ロブスターデーって書いてますね。はい、営業しております。おっと、ココマートさんも、はい、人気です。はい、左側のラバフェラはどうでしょうか。ラバフェラは営業してるっぽいな。ちょっとね分かりづらかったですけど、あ、リンゴに新しいお店ができてるな。はい、営業してるんでしょうか。パッと見営業してないように見えましたか。複数のセキュリティの方がいましたので、もしかしたらね奥の方で営業してるのかもしれないですね。うん、パーティーデーって書いてましたからね。うん、もしかしたら営業してるのかもしれないですね。うん、やっぱりこうクラブ営業されてるお店の方でもやっぱりね、うーん、なんて言うんですかね、うん、みんなね仕事しなければ食べていけないっていうところもあって、やっぱねルールを守りきれてないっていうところもたくさんありますよね。日本とね同じような感じでね、なかなか理屈だけではね成立しない部分もありますけれども、はい、ね、スミニャックの繁華街はあんな感じでした。はい、ここももうあと2分で終われるとは思えないぐらい人が入ってましたね。はい、やっぱり営業10時以降も営業するんでしょうね。うん、はい、デビスリーの方に来ました。デビスリーの方はですねやっぱりねローカルの人のための繁華街っていうイメージもあるんで結構賑わってますね。あ、警察が早くもスタンバイしてますね。今時間は9時45分ぐらいですね、47分。うん、やっぱりね10時のクローズに向けてスタンバイしてるんですね。でもねこの感じだと10時ぴったりにはなんか終わらなそうな雰囲気出てますよね。結構車で左右ね並んでますからね。うん、すごい。どうなんでしょうか。混んでますね。うん、やっぱりねバンドを用して駐車場っていうかねお店の前で営業する形態がこの通りではねすごい流行ってますからね。うん、こうそれを営業してるところの目の前だとめちゃくちゃ人いますよね。
映るかな、左側ね、めちゃくちゃ人が入っております。すごいバイクがうるさい。若者の集団でしょうかね。すごい。お、警察も、警察じゃないか、バンジャールか、今のは。いましたね、若者のバイクの集団が来てて、ボンボンうるさかったですね。はい、右側、この右側もね、結構にぎわってるあのエリアですね。若者の車がめちゃくちゃ止まっております。すごい大人気ですね。はい、10時15分を過ぎたところですね。はい、先ほどのデビスリに戻ってきましたね。バイクがまだまだ大量にありますね。すごい。あ、でも先ほどまでにぎわってるところもなんかもう帰る準備というか閉店状態になっておりますね。はい、ライブとかも終了してね、片付けてますね。やっぱりね、にぎわってるところっていうのもありまして、警察の車両がね、もう早く帰れよっていう感じでスタンバっております。あ、たくさんいますね、警察の車両。あ、これはね、結構多いな、こんなに多いんだな。自警団っていうかね、バンジャールの人たちもいますね。はいはい、帰れよ、早く帰れよみたいな感じで警察がお店の前にガツッといましたね。はい、回ってまいりました。皆さん印象はどうでしたでしょうか。ちょっとね、ジャンルを分けて考えますと、レギャンね、観光客の方がたくさんいた地域というのはやっぱりね、人が少なかった、かなりね少なくなってた状況で、流行ってる店もあれば、まあ頑張って営業してたけれども今閉じてしまったよっていうところも結構ありましたね。次、スミニャックね。スミニャックも営業してるのかな、ここみたいなところもたくさんありましたね。営業してると思うし、営業してないのかなとか、ちょっとね、外から見た感じではちょっと分かりづらいところがありましたけれども、であの道路の両サイドにね、車が止まってましたので、もしかしたら結構ね営業してるんじゃないかなっていうところもありました。そしてね、ディビスリに関して言うとですね、ローカルのもともとも流行ってたエリアっていうところもあって、今もね流行ってるっていう感じでしたね。なので警察の方も重点的に取り締まってるっていう印象で、あんなにね、多くの警察がいて、店がね全て閉まるまで待ってるっていう状況がかなり印象的でした。今回ってきたエリアの中でも、10時以降営業してる店もあると思うんですけれども、僕はですね、やっぱり皆さんね、生きていくためには、仕事しなきゃいけないって部分もあるので、何が正しいかっていう問題はあると思います、ね、日本でも緊急事態宣言がされてる地域でもレストラン、飲食店が営業されてるというものが個々にあると思いますが、それがについて僕は正しいとか間違ってるとか言うつもりはありません、ね、皆さん生活がありますのでね、バリ島も同じような状況にあるのかなっていう印象です。はい、本日は以上となります。これからもバリ島の今、現状、最新情報をお届けしていきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。